こんにちは。はい、どうも。はい、豊さん、はい。はい。今回も3連戦を振り返るということで、はい、まあ、あの、ゴールデンウィークがあって、まあ、そうだね。まあ、ゴールデン、まだ期間中なのかなっていうような、ね、うん、世の中はね、まあ。スケジュール的にはそんな感じですか、まあ、ね、で、その中でもったいない試合。もったいないなって言ってる猫がね。うん、まあいろんな分野でもったいない、うん、あのことかなっていうのが思い浮かぶ人もいるかなと思うんですけど、もうあるけどもなんかすごくもったいない、うんうん、ね、っていうのがあったかなっていう3年戦あったかなっていう3連戦だったね、はいはい、ではではいつもの通りということで、はい、まあ、セ・リーグからちょっと振り返ってみたいと思いますが、はい、これはヤクルト中日広島が勝ち越しまして、うん、赤印がね、そう、赤印に対しての勝敗、ヤクルト3勝、中日が2勝1敗、広島が2勝1敗という結果ですね。よく聞いておいてくださいね。赤印に対しての勝敗ですからね。そう、まあ、ちょっとね、はい、途中で変わったのでまあまあそうですね、はいはい、巨人、はい、まあ、結局3連敗だよね、うん、ちょっと心配になってたことが結果として出てきちゃったのかなっていう感じですか。まあ、若手を使い、若手のバッテリーでやられ、うん、まあ、シューメーカーと大城でやられみたいな、うん、でどのバッテリーも村上に満塁ホームランを打たれてるという、まあ、それが引き金となったという、うん、この3連戦はね、はい、まあ、で最後には大勢がやられたという、そうでしたね、うん、だから若手の疲れだとか、うん、まあ、経験値がねまだ薄いから、まあ、そこら辺、まあ、力だとか思い切りでいってやられてるというね。少し前の巨人は、うん、すごく調子が良くて、うん、独走してるっていう時はやっぱ若手が、うん、まあ、いろいろ初勝利を挙げたりとか、まあ、 そうだね、そういうのが続いていた時に、うん、もう豊さんはちょっと不安だよって、そうなんだよっていう話をしていたと思うんですけど、でも巨人のさ、開幕の勢いをつけたのも若手だからね、うん、そうですよね、うん、だからそれは責められないんだけど、はい、まあ、最初の発端はさ、村上に満塁ホームランを打たれる前のボール、はい、3-1 からインサイドに本当に素晴らしいボール投げたのよ、うん、で次の球どういう風にいくかなって、それまでインサイドインサイドって攻めててさ、はい、インサイドはものすごく意識させてたんだよね、村上に、うん、で最後のボールもインサイドに行くのよ、はい、でその球ってさ、そのホームランを打たれる前のボールが素晴らしいだけに、うん、村上にはものすごく甘く見えたと思うよ。うん、同じボールは投げらんないよ、まだそこまで技術ないもん、うん、ね、それを満塁ホームラン打たれる、で1本目はまっすぐ打ってたでしょ、はい、で2戦目シューメーカー、はい、もうずっとフォークを待ってるんだよね、うん、スプリットでスプリットが来た打った、うんうん、満塁ホームラン、それはやっぱバッテリーとしては読みづらいということではなくて、だから初戦と2戦目っていうのはもうバッテリーがガラッと変わってるから、はい、まあちょっと分かんないんだと思うよね、村上のことを。なるほど、だからせめてね3戦キャッチャーコロ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 変えるよりも俺は固定して、まあ大城だったら大城を使って3連戦の流れを作った方がいいと思う、はい、逆に村上に3連戦の流れを作られたんだもん、うん、それで 1,2 戦目打たれたというね、うん、まあ、打った方が見事だけどさ、はい、で3戦目リードしてた大勢がやられるという、うん、もったいないという、そうですね、うん、でも山崎幸太郎というね、うんうん、小粒だけどピリッと辛いやつにやられて、はい、中村も代打出てきてみたいな、うん、でやられるという、まあ、ただ耐えなきゃいけないんだけど、うん、一生懸命耐えようとしてる、で今のねジャイアンツの力では1勝2敗がいいとこだと思うよ、はい、で1勝2敗で耐えられそうだったんだけども、うん、これが3連敗になったっていうのはすごく痛いよね。なるほど。で一方ヤクルト、はい、いいね今とても良くなって、やっぱね主軸がいいよ、はい、やっぱ村上は打つ、うん、山田も打つ、うん、オスナは打つ、うん、で中村が帰ってきた、うん、ね、もうなんかこう青木も打つか、はい、盤石になってきてるね。じゃあ昨年の状態に近いということでしょうか。まあそうだね、あとはサンタナ次第なんだけども、うん、まあ、今の段階では他のチームを考えたらサンタナなんかまだ休ませていいよっていうような、うん、そんな感じになってきたよ、うん、ただ、はい、まだ中継ぎ陣で手薄な部分っていうのはあるから、うん、それはまだヤクルトも盤石にはなってない。でもそれ以上に今の状態がひどいのは巨人だから勝ったけどもね、うん、だけど落とせない星をしっかり勝てるということは、うん、やっぱ経験値の高さだね、うん、みんなのね、うん、なるほど。だからやっぱ村上があれだけ打てば、はい、やっぱ勝つよ、うん、で岡本が打てなかった、うん、やっぱねライバルだよ、うん、その前で
1戦目2戦目と満塁ホームラン打たれると岡本はしらけるよ、うん、みたいな。だって2試合で8打点だもん。そうですよね。あ、打点すごいです ね、そう考えると。だからまあそういう意味ではヤクルトはもう本当にあの昨年の状態に近いような状態に、うん、まあ、なってきたかなっていうふうに思います、ね、なるほど、はいはい、次中日対阪神。はい、中日惜しかったね。はい、大野雄大投手延長10回、ツーアウトまで来てまして、完全をやってた。はい、ね、最後一つ、まあ、佐藤に打たれたけどね、はい、でもまあ完封勝利ができたということで、うん、だからね、まあちょっと打てないな中日。ただ打てない中で強打を落とし、はい、っていうことをしてたんだけども、立浪監督が、うん、でビシエドもどうするかっていう話にもなってたんだよね。もうこれだけ打てない4番、うん、守れない、うん、打てない、これじゃ置いとけられないよっていうようなところで活躍したんだよね、うん、やっと4番が戻ってきたかみたいな。まあ1試合じゃダメだけどもさ、はい、だけどそれがそのタイムリーが勝ちにつながったということがね、うん、まあ、ビシエドの気持ちが変わってきてチームに貢献できるようになってくれればいいかなっていうふうに思うし、うん、でこの大野が投げた試合で石川がね、はい、石川貴也が、はい、まあ、サヨナラヒットを打つという、うん、まあ、ベテランエースと若手のエースっていうかな、野手の、はい、まあ、そういう、 こう融合で勝った試合というのはなんかすごく良かったけども、うん、試合後の立浪監督、まあ、勝ったのは良かったけどってなんかすごく複雑そうだったよ、ね、大野にもやらせてやりたいんだけど、うん、無理もさせられないと、はい、まあ、監督としてね、うん、でもそれは勝ったのは良かったけど、これこんなに打たなくてどうすんだみたいな、うん、そういうところもあったね。そうですよね、あの試合は、うん、大野雄大投手ももちろんですが、阪神、まあ、ね、投手も、まあ、うん、とても好投で、まあ、やっぱりね、うん、相手もね、やっぱそれなりの力を発揮してくれないと、うん、大野もああいうピッチングできないよ。なるほど、うん、やっぱ好敵手だよね、はい、やっぱ青柳もよく頑張ったし、うん、9回2安打で抑えてたのかな、はい、だからそれはなかなか点は入らないけどもね、はい、入らないけども大野があそこまでできたっていうのは青柳の好投もあったという、うん、その中で、まあ、佐藤がね、はい、10回ツーアウトからツーベースを打ち、記録を打ち破ったと、はい、だけど試合には負けたというね、はい、で阪神もさ良くなってくるなと思ったら全然上がったりとかさどうなってんだろうねと思うよ。これなかなかあんまりなんていうのかな、こういう上下上下乱高下というか、うん、あんまないですよねチームの状態があって。だから今年の阪神っていうのは安定しないな、うん、だからまあチームの状態があんまりにも良くないというかさ、うん、なんかもうなんか気持ちがしらけちゃってるんじゃないかなっていうようなそういう節もあるし、うん、まあ、それじゃやっぱこう長いシーズン辛い思いするだけだからさ、はい、ファンがね、うんうん、だからまあちょっとファンのためにちょっと頑張ろうよって。そうですね、はい、まあ、この試合のことはね別でラジオで喋ってるかな。そうですね、詳しく話してるので、またご興味ある方は聞いていただいて、うん、でも完全試合ってさ、うん、なんていうの、迷惑な話だね野手にとったらもう緊張して疲れちゃうよその疲れが打てないっていう原因を作ってる可能性もあるけどね。そこがもたらす他の影響なんかもうちょっと話しましたよね。まあまあそうだね、はい、はい、で広島 DeNA、 はい、広島はやっぱ頑張るね今年は。なんか今年はなんかちょっと見えたような気がする、まあ、1戦目落とすんだけどもさ、はい、だけど2戦目にあの西川のねサヨナラホームランだとか、うん、すごく粘りを見せて、でチームを思いやるヒーローインタビューもあったりだとか、うん、で昨日なんかもうコッパみじん、ね、DeNA をしたという ね、 ね、序盤から圧倒したというね、はい、うん、だから今年の広島っていうのは中継ぎさえ頑張れば、うん、もう本当にいい位置につけられるだろうなっていうのを感じた、うんうん、そういう3連戦だった、はい、うん、だからなんていうの、長野も出てきて、はい、いいところで外野打つし、うん、で打ってる方向も素晴らしい方向に打ってるし、ランナーを進める方向に打ってるしね、うんうんうん、だからそういう野球をこう本当にそういう風に自分の思考が描ける人間とか、はい、若手とか、うん、そういうのが相まって、うん、いいチームになってきてるよね。あとはやっぱ佐々木監督は間違いないことだよね、うん、ピッチャーの交代だとかそういうことをね。ただなんか昨年とはその辺もちょっと違うのかなっていうところ。まあギダは多いよね、もうとにかくギダを多めに使って、はい、まあ、4番というものが抜けた、うん、ね、繋いで勝とう、うん、ね、送って勝とう、はい、まあ、そういうのが実を結んでるけどさ、うん、もうブレないことだよ、もう徹底していくことだよ、うん、それが一番だと思う。
それができると広島っていうのは A クラスはなんか来そうな感じがする、ね、なるほど、うん、はい、DeNA、はい、もうね優勝候補にしました。そうでしたね。うん、ちょっと腹立ってるというのは、はい、やっぱあまりにもね怪我人だとかそういうものが多すぎる、うんうん、そうですね。これはねやっぱ一つ自覚の問題もあるね。なるほど、うん、選手の選手の、はい、そんなに怪我するもんじゃないから、うん、でチーム全体が怪我人の山になっちゃってるからさ、うん、それはもう緊張感持てよっちゃう話だよ、うん、昨日のか試合なんかももうね、うん、しちゃめちゃないでしょ、うん、もうこれじゃやっぱ困る、うん、ロンズルに値しないぐらいになってきてる。なるほど、腹立ってる、うんうん、やっぱね怪我っていうのはしらける、うん、それはなんていうの用心してるのかもわからないけども、うん、だけどやっぱ緊張感だとか、うん、普段の手入れだとか、うん、そういうことでね怪我ってね予防できるところっていうのはたくさんあると思うんだよ、うん、でもここに来て交流戦前にまた怪我人とかこう続出してるんだったら、うん、もう話になんないもん。プロの規約をやっぱり読んだ方がいい、うん、プロとは何かっていうことが書いてある、うんうん、130試合、まあ当時はね、うん、それはベストコンディションで臨むことがどうの方のって書いてあるんだよ。だからそれをちょっと一回読んだ方がいいね。でまずもう技術だなんだっていう前の話ってことですね。だって戦えないもん、これじゃあ、うん、確かにそうです。で、はいはい、セリーグを盛り上げるのはこの2チームにかかっている。はい、という2チームっていうのは、ね、2チームっていうのは阪神 DeNA だ。なるほど。この4チームっていうのはすごくね上位を伺って頑張ろうとしてるよ、うん、はい、でまあ2チーム頑張ってるんだよ、はい、頑張ってるんだけどもなんとなくこっちはしらけたような感じは伺えれるし、うん、DeNA は怪我人多いしみたいな、うんうん、阪神の方はちょっと俺の順位はちょっと低かったんだけど今年、はい、DeNA は俺優勝にしてるからね。ね、いや本当にだから本当にダラダラしててもらっちゃ困るんだよいろんな意味でいろんな意味でだからちょっと頑張れよって、ね、怪我人ばっかり出してる場合じゃないよね。まだね、うん、5月始まってすぐですけど、だからね一つにね競争がないっていうかさ、休んでも帰れる場所があるみたいなことだからさ、それが良くないってことですね、うん、本当にね怪我したら一発で終わるよみたいな、うん、もう帰る場所ないよみたいな、控えてるからいっぱいみたいな、もういいよファームでって、うん、いうような緊張感が本当にチームにあったら怪我しないんだよなかなか、やっぱり、うん、そういうもんなんだから、もうちょっと、まあ、緊張感持ってやってるとは思うけども、うん、もっと厳しくねちょっとやってほしいなっていうふうに思います。はい、じゃあちょっと DeNA には勝つっていう感じですね。そうだね、はい、分かりました。はい、はい、でセ・リーグが終わりました。パ・リーグは、はい、パ・リーグこのような結果です、はい、ソフトバンク3勝、西武2勝1敗、はい、楽天が3勝ということで、はいね、はい、まずロッテソフトバンク戦から、はい、で佐々木朗希と千賀の投げ合いね、うん、まあ本当に注目度が高くて、試合前1時間前にはもう前受けがないみたいなね。そうですね、売り切れ完売みたいな。はい、もうあの日は豊さん別の試合を見なきゃいけなくて、いやでもこの試合をやっぱこうね別のあれで見てたよさらにね中日大野投手が完全試合かもしれない、そうそう、裏でなかなか忙しい、ひっちゃかめっちゃかになってたけど、はい、でもまあ佐々木朗希かわいそうだねっていうのは、それなぜかというとやっぱこう完全性がない、うん、あヒット打たれたんだもういいかみたいなそんな感じになっちゃってるしね。千賀もやっぱ大したもんだね、うん、渡り歩く、うん、だって投げてんのが164キロ、はい、158キロだもん千賀が、はい、だからそこら辺の投手力を考えるとさ、そうなかなか打てないのかなと思ったら、まあ、さすがだねソフトバンクはやっぱ打っていくね、はい、その球でも、ね、うん、でロッテは応戦するし、うん、まあ、佐々木朗希は11個の三振から、うん、取って降板して3対1でマウンドを譲るわけだけども、はい、だけどその後に増田が打たれて、うん、で挙句の果てにはその試合を落としたというね、はい、だから佐々木朗希に勝たせないとさ、やっぱロッテは勝てないよ、うん、それと3戦目にロメロ、はい、一番今安定してるんじゃないかって言われてるロメロも勝てないというソフトバンクに、もうこれじゃね連敗誰が止めるんだという、うん、2戦目には石川が投げてこれも負ける、うん、そして誰が止めるのっていうような感じになってきてるんだロッテはね、はい、でもその中で松川は素晴らしいキャッチャーだと思うし、はい、若いしね、うん、佐々木朗希と組んでこれ一つの看板として置いておくのがいいだろう、はい、だけど佐藤俊也っていうキャッチャーもいる、はい、ね、田村がいないんだよ、
おととしまでみたいなその正捕手が、はい、俺田村を使った方が俺は絶対落ち着くと思うよ投手陣は。うーんなるほど、うん、今のこういう連敗の中だと特にそういうことが言えます。いや特にそうだし、やっぱり一番信頼度が高いのは俺田村だと思うよキャッチャーで。ロッテのピッチャー投手陣の中でやっぱ松川っていうのはまだ経験もいるし、はい、それは確かに将来的にもうレギュラーキャッチャーとしては十分な素質も持ってるしね、はい、で今のままでもいいよ、うん、佐々木と組ましてみたいな、うんうん、でもねやっぱベンチとか大事なところで俺は絶対田村がいる、なるほどと思う、うん、だから俺はロッテはちょっと考え方方針というのを変えて田村を一軍に絶対呼んだ方がいいと思うよ、うん、これ怪我してるんだったら話は別だけど、うん、その情報は得てないけどもね、でも田村が元気であれば俺は戻した方がいいと。なるほど、はい、あれですよね、この連覇を抜け出すためにもう一つ何か打開策っていうところでしょうか、まあそうだね、うん、やっぱり何か考えないとね、うん、だからまあ人を動かすのか戦略を変えていくのかっていうこともありだと思うから、うん、俺はやっぱ田村っていうのが必要かなっていうふうに思うね、うん、なるほど、はいはいはい、ソフトバンク実を結んだね、はい、10本のヒットで1点しか取れないとか、うん、2点しか取れない、その中で打てない打てないって、はい、いや打ってるよって、打ってるけど線にならないんだって、なるほど、繋がらないんだっていう風なことを言われてて、はい、でやっと、まあ、三森だ今宮だ、うん、柳町っていうのが出てき、はい、上林も良くなってきた、うん、で柳田が帰ってくる、グラシアルが良くなってくる、全員が良かったらそれは点は取れるよ、はい、だけど流れる打線になってきたね、うん、やっと藤本監督が打順を組む時に流れるような打順を組めるようになってきた、うん、ということはやっぱ10本のヒットで5点は取れるようになってきた、うん、ホームランが絡むは6点7点取れるようになってきた、うん、だから非常にソフトバンクはこれからもうちょっと上がっていくのかなっていうような感じがするよね、うん、それはなぜかというと佐々木朗希に負けなかった、うん、一番安定してるロメロに黒星つけたみたいな、はいはい、石川も相手にしなかったみたいなことになってくると、やっぱ勝者のピッチャーは打っていくよ、それを考えるとやっぱこの3勝っていうのはすごく大きいかなっていうのを思うよね、うん、はい、はい、で西武日本ハム山田が13-14、はい、ツーランスリーランみたいな、はい、一人でもって勝手に打って勝負を決めちゃってるみたいな、うん、すごいですよね、でおかわり君がホームラン1本出た後に続けてまた出たみたいな、はい、うん、だから打線はねある程度心配しなくても良くなってきたかなと思うね、うん、はい、若いキャッチャー小川を使い出してきてるんだよね、後輩を、はい、豊さんの後輩、そうそうそう、中央大学からの、うん、はい、ただねやっぱりちょっと経験値、うん、落ち着いてるように見えるけど、うん、やっぱ経験値がちょっと浅いなっていうところが、はい、昨日一昨日か、はい、一昨日のゲームにちょっと出ちゃったね、はい、ちょっと慌ててセカンド投げて、うん、そのセカンドランナーがサードに行っちゃったみたいな、あ、ところもある、まあそれが一つの勉強だけども、うん、はい、やっぱこう今すごく大きなチャンスをもらってるわけだから、うんうん、ちょっと頑張ってほしいなって、そこら辺落ち着いてね、そうですね、あの、うん、森選手がいないところ、そうそう、いやすごいこうやっていいキャッチャーだなって思うね、うんうん、落ち着いてて、だからそれだけにああやって落ち着いて見せてるんだったら落ち着いたプレーしろよみたいなそんな感じなんだよね、はい、うん、だけどやっぱこう打線が当たってきてるし、うん、だから非常に良くなってきてる、ただ源田がちょっと長期離脱をしなきゃいけないようになってくるね、はい、あの自打球でね、はい、ここら辺やっぱ守りの要、一昨日もそのショートに代わりに入った子がね、まあ、名前は伏せるけどちょっとエラーしたりだとか、うん、ちょっと足を引っ張るような形でね、うん、うまくいかなかったけどもね、うん、うん、だけどまあここもチャンスだよ、でもこれ揃ってくると思ったら誰か怪我するな、そうですね、うん、まあ、その中でもちょっと他のことでチーム状態良くて勝っていけるといいんですよね、まあ、そのケガ中でも、まあ、うん、ただやっぱり4番がしっかりしてる、山川がしっかりしてくれてるっていうことが、はい、まあ、救いだね、はい、うん、まあ、そんなに大崩れしないと思うし、まあ、ピッチャーも高橋コーナーいいしね、うん、うん、だからまあ大丈夫だと思うよ、もう、はい、森高さん、うん、西武は何予想ですか？優勝予想だからな。そうですよね。そうそうそう。はい。はい。はい。日本ハム。はい。噂が上がったね。やっとね、うん、ずっと苦しんでたけども、はい、やっぱこうエースが勝たないとさ、うん、やっぱチームって乗っていけないし、はい、じゃあ誰がその相手のエースと投げ合うのって言った時に、うん、全部負けてるようじゃさ、うん、話になるのよね、はい、でもそこで一つ皮が向けたということはさ、うん、よかったなっていうふうに思うよね、そうですね、ただ相変わらずやっぱ不安定だね、うん、チームが、
打てる時と打てない時、守れる時と守れない時みたいな、だからまあ一つの原因はもう分かってるけどね、やっぱ安定してその選手を使えないからそういうことになってきてるというね、まあそういうことが言えてると思うから、早く落ち着くといいなって思うね、もうそれだけだよね。自力優勝がなくなっちゃったんだっけ。そうですね、自力消滅してしまいました ね、だから、まあ、早く復活できるようにね、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はい、オリックス楽天、はい、オリックス3連敗そうですね、はい、山本に続き宮城も抹消されたという、ちょっとオリックス去年の活躍した選手がちょっと今シーズンは、まあこれはねある程度予想されてた、予想してた、ここまでのことってはここまでひどくはなかったです。まあただねオリックスの場合はね、まあ、昨年の動きを見てると、そんなに変わりはないんだよね、ここまでは。ただ交流戦に入ってグーッと来ただけの話だから。そうでしたね。だからそこが来れるかどうかだよ。来れなかったらそのまま下がっていくし、だからもうギリギリのところまで来てるかなっていうふうに思うよね、やっぱ右と左のエースがいないわけだから。 そうですね、それはやっぱ苦しいと思うよ。あの打つ方も、打つ方も杉本がいないしね。そうですね、で宗とか昨年福田とかも絶好調だったのが、これはあんまり調子が上がってこないとかね、まあいろいろ苦しいよ。まあ苦しいけどやっぱ覇者だからね昨年の、そうですよね。ただね当たったチームが悪すぎるわ、楽天絶好調10連勝だもん、負けない、負ける気がしない、で見てて負ける気がしない、というのはもうエラーもしない、やっぱ守りも完璧になってきてる、ピッチャーもいい、バッターも打つ、いうことなしと、いや本当にだからもう当たってるチームが悪いよね今ね、タイミング的にも、だから楽天に当たるチームはやっぱこう苦しむと思う、ただ若干だけどもちょっと打線が加工気味に入ってきてるかなという感じは受けるけどね。でも受けるけど誰か打つかなっていうようなそういう打線だよね。そんな状態ですか。まあそういう状態もある。はい、じゃあここはもう楽天の勢いがどこまで続くかっていうところがありますかね。そうだね、まあ戦略の差っていうふうに書いてるんだけども、ソフトバンクの方は打順のね組み方こういうのをやっぱやったらね、やっぱ流れるようになったとか、でロッテは何をやってもダメだとか、ここはやっぱ田村を使えた方がいいよみたいなことだよね。で西武は山川がおかわり君がやっぱ牽引しだしたという打線をね、でピッチャーはもともといいって、だからもうそういう戦略がハマってきて、まあ、日本ハムは戦略をまだ用いてない、まだなんかこう試しをしてるみたいなそんな感じだからまだ時間がかかるだろう。でオリックスは戦略を持ってない、何もできないような状態、もう当たって砕けるみたいな、今感じで石井監督、スクイズ2回続けてやったりだとかさ、いろんなもう戦略を用いてそれがうまくいってる、これはなぜかというとやっぱチームの状態がいいから、そういう戦略を立てても成功するという、なるほど。だから戦略の差がもう本当に赤印を押してる方は戦略を持っても成功する、してない方は失敗するというね、まあそういう構図になってきてるね。はい、はい、じゃあもうここはそうですね、楽天は次はロッテと、なのでロッテは厳しいな、またここもロッテは厳しいよ、だから田村だってそこですか、で次はそうですね、西武はどこなの。ソフトバンクです。あ、いやここは当たるか、はい、ここでそこですね。でもねここ面白い試合すると思うよ、すごくね。で日ハムとオリックスがありますので、ちょっと楽天の勢いがまたついてしまうのか、まあそうだね、まあその可能性があるね。ソフトバンク西武の戦いがどのように結果出るのかとか、まあそこは見ものだね、はい、まあ星の潰し合いになったらこっちがもうちょっと楽天が楽になってくるしね。そうですね、まあ、ロッテ頑張れということだよ ね、 ね、ここでロッテが息を吹き返してくると、そう、まあ、ちょっと流れが変わるよね、変わってきますかね、はい、またじゃあお伝えしたいと思います。はい、はい。